このビデオはすごいぞ。俺の代表作になるかもしれんな。これなら。仕事がやりやすかったぜ。また連絡する。うまくいったな。ミラーの感触には困ったもんだが、あいつの撮影センスは抜群だ。時には大人になることも必要さ。そういうわけだから、もうしばらくあいつの言うことを聞いてやってくれ。私はオルトレス。この土地は驚くほど古い歴史を持っている。私は長い間東アルプスの王と呼ばれてきた。この氷で覆われた山頂は1804年古き友ジョセフ・ピッチラーにより初めて制覇された。
そして今は新世代の勇気ある探検家、登山家、冒険家たちを美しい森を通り抜ける壮大なラインで迎え、自由にライドする機会を与えている。だが本当に息を呑むほどに美しい最高のラインを知りたくはないか。それは空中へ身を投げ出し、美しい峰の連なる壮大な景色の上空を鳥のように飛ぶというものだ。
俺はここが気に入ったぞ。早速探索だ。俺に挑んでくるやつがいるかな。またいい場所が見つかったな。いいね。しまった。
山の上の小さなパラダイスへようこそ。君は私が誰だかわからないだろうが、私は君をよく知っている。君には実に感動させてもらった。そこで君をゲームに招待したい。ここにいる全員がこのゲームをクリアしている。通過儀礼のようなものだと思ってくれ。なーに、君なら大丈夫さ。ルールは簡単、ヒントに従って謎を解くだけだ。やってくれるかな。楽しい時間になることは保証するよ。
事なものだ。その身を投げ出し空を飛ぶ技術を極めた。喜びに震えながらもよく落ち着いていた。これからもこの老いぼれの友人としてここを訪ねてくれ。挑戦できるようになったってわけだ。この山を極めればお前さんもいよいよ伝説的な存在だな。頂上に着いたら絵描きを忘れずに送ってくれ。この時期は最高の眺めらしいからな。何？最高のパス。よく来たな、探検家よ。お前は他の山々の頂と楽園に立ち入る許可を与えてやる。お前は偉人たちと肩を並べるどころか、ひときわ輝く存在となった。その功績をたたえ、私から贈り物を授けよう。すべてのライダーが夢見るものだ。生涯最高のラインを進むがいい。まっさらな雪に覆われた頂を降りた先には、明るい日の光の下で揺らめくまばゆいばかりの氷の原野が広がっている。すべてが驚くほど美しい光景だ。
よくやった。これでこの一帯は
お前のものとなった。思うままに探索し、この土地に隠された秘密を見つけるといいだろう。お前は自分だけのユートピアを手に入れたのだ。さあ、エディウに隠された俺たちの秘密がとうとう暴かれちまったらしい。みんな少しだけ拍手を。よしよし、その辺にしておこう。少しだけって言ったはずだぜ。さて、君はこのゴールドホーンチャレンジの最初の挑戦者になったわけだが、ルールはこうだ。金の角を持つ生き物にインスパイアされた腹のコースを通って山の中の秘密の場所を探し出すんだ。そこで秘密の商品が手に入るだろう。それが欲しければとっととゲームに参加することだ。